皆さんこんにちは、内藤です。ということでですね、今回は1週間 Adobe のイラストレーターを使ってどれだけデザインが上達できるかっていうね、企画をやってみたいと思います。イラストレーター、イラレってね、聞いたことあると思うんですよ。で、 YouTuber は Adobe のソフトの中のプレミアプロっていうね、動画編集ソフトと、あとサムネを作るための Photoshop っていうのはね、よく使うんですよ。ただデザインを得意とする Adobe のイラストレーターっていうのはなかなかね、使う機会が今までなかったんですよ。なので今回イラストレーターを使えるようになれば、よりね、 YouTuber としてレベルが上がるんじゃないかってことでね、使いこなし方をね、勉強したいと思います。で、そして何をするかっていうと、僕令和荘っていうね、 YouTuber のシェアハウスやってるんですよ。そこのね、今ロゴがフリー素材のイラストに令和荘ってね、文字を入れただけのものだったんですよ。それを1年間使ってたんですけど、僕がデザインした新たなロゴを作りたいと思います。これ1週間で自分でロゴが作れるようになったら、結構ねすごいことだと思うんですよね。多分みんなも一度は自分でデザインしたものをね、作ってみたいってね、願望あると思うんですよ。それが果たしてど素人の俺でもできるのかどうか検証していきたいと思います。で、今回は自分で Adobe のイラストレーターを使いつつ、講師の方アトウシさんというね、プロのイラストレーターさんにもちょっとね、教えてもらいつつ、4回かなにわたって授業を受けて、最終的に令和荘の新たなロゴマークを作りたいと思います。それでは早速作っていきましょう。はい、ということで、まずね、自分なりにね、イラストレーター使ってみたいと思います。で、フォトショップと結構ね、配置は似てるんですよ。なのでこういう風に四角を描くとか、こういったのは、簡単にねできますね。フォトショップを使ったことがある人とかは直感的にね、操作簡単にできると思います。ただデザインといったら、自分の手に描いたようなね、自分で紙に書いたようなものをここのね、パソコン上に表現したいっていうね、欲求があるんですよ。はい、ということで1日目の、僕の実力見てください。ダダン、現在の令和荘くんです。これはちょっとひどいね。まあ、美しいデザインにはまだまだ遠い状態ですね。ここからね、最後どれくらいのデザインレベルになるのか、皆さん期待しててください。はい、ということで、自分でもね、イラストレーター使いながら進めていく中で、先生にもね、ちょっと並行して教わっていきたいと思います。あとね、よろしくお願いします。はい、お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあちょっと早速なんですけど、5日で見つくロゴデザインの力、究極の個人レッスンというところで、始めさせていただきます。はい、お願いします。お願いします。はい、ところで次の工程に行きます。はい、作るには、というところですね。で、この後にちょっと言語化等々をちょっとお願いしていくんですけども、ちょっと初めの方は知識になります。はい、ということで1日目のレッスンが終了しました。いや、すごい2時間ぐらいね、先生が熱心に教えてくれたんですけど、めちゃめちゃ面白かった。ロゴってね、普段ねすごい目にするけど、なんとなく受け取るじゃないですか。でもその裏にはすごくね、緻密なストーリーがあって、だからなんとなくでもちゃんと記憶に残るんだなってのがね、分かりました。で、1日目はですね、そのテーマ、コンセプトを決めるっていう形で、Adobeのね、イラストレーターは次回から、2回目から使っていくことになります。なので、明日までの宿題、それが何かっていうと、やっぱりね、令和荘のコンセプト、テーマをバシッと決める。で、そしてそれに基づいて、そのロゴの印象を決めていって、ラフ画をね、スケッチするっていう。そこまでもう1日目でいきますよ。一応ね、授業の中でもね、いくつか書いたんだけど、俺のね、ラフスケッチは印象としてはね、やっぱ飛び立つ鳥のイメージとか、あとは今までのね、ビルっぽい感じと鳥を合わせたものとかね、あとは卵から生まれる、やっぱりね、飛び立つ前だと思うんで、10万人ね、突破までは、さらに明日までにね、組み立てていきたいと思います。いや、難しい。いや、でも最高のロゴを作る。昨日先生からね、宿題をもらってたんですよ。令和荘のロゴのテーマを決める、そしてラフスケッチをね、書くっていうことで、私今日一日ね、がっつり取り組んで作りました。まずですね、令和荘のテーマ何しようかなってね、いろいろね書き出したんですよ。やっぱね、原点に戻って YouTuber 版トキワ荘、これでいこうかなと思います。
トキワ荘っていうのは昭和のね大有名漫画家たち、手塚治虫、赤塚不二夫とか、ものすごいね有名な人たちが共同生活をしながら頑張っていったっていう、それがトキワ荘っていうね有名な場所なんですよ。でそれの現代版を作りたいっていうことで作ったのが令和荘だったんですよね。なのでやっぱ原点に立ち返ると現代版 YouTuber 版トキワ荘、これこそが、まあ、間違いなく初めのコンセプトだなと思ったんですよ。でまあその中にもね大人の青春感があったりだとかね、素人の逆襲感があったりだとか内包されるものなんで、一番大きいコンセプトは YouTuber 版のトキワ荘なんだよっていうところね、これでいきたいと思います。でそれをもとにロゴのラフスケッチを描きました。下手くそなんですけどね、ちょっとコンセプトね熱く説明したいんでぜひ聞いてください。まず1つ目、これ2パターンあるんですけど、まず家、共同生活っていうところが令和荘にとってもすごくね強みっていうか今までにないチャレンジだと思うんですよ。 YouTuber 同士が一緒に住んで切磋琢磨してるっていう、それで10万人を目指すっていうところで、共同生活の場所、その場所こそが重要だなってことで、やっぱり家、建物っていうのは重要だなと思ったんですよ。なのでこういうふうに共同生活する、まず建物がある。だけどこのね窓が一つずつあって、この色を全て変えようと思ってます。これはもう個性の色、一人一人のね人物メンバーを表していて、それぞれ違った個性の人たちが一つの家に集まってるっていう、そういったところで窓枠をつけて色を変えようと思ってます。で右上にですね、旗と下の方はですね、これ鳥みたいなのがあるんですけど、これはトビなんですよ。トビがタカを産むっていうねことわざからね借りたんですよ。そう、令和荘っていうのは10万人行って、その後は卒業して羽ばたいていくっていう、でトビが羽ばたいた時にタカになる。だからみんなにもね、ここに住んでる人たちには初めねトビって言ってね、何の変哲もない素人だってね言われるかもしれないけど、ここから飛び立った時にタカって言われるような、ね、存在になってほしいっていう意味で、ここの右上にねこのトビを据えてるんですよ。で続いて2つ目、ちょっと長くなるんですけど聞いてください。やっぱちゃんと自分がね熱く語れるロゴじゃないと人にも説明できないと思うんで、ごめんなさいちょっと長くなりますけど、はい、2つ目見てください。2つ目はですね、家があって、でその上にねベレー帽をかぶってるんですよ。お家がベレー帽をかぶってるみたいな。そう、これはやっぱトキワ荘っていうところのね歴史を語り継ぐ、まあ、勝手に語り継いでるんですけど、トキワ荘っていうのはねやっぱ漫画家たちで、漫画家といえばねベレー帽、手塚治虫さんとかはねベレー帽をかぶってるイメージじゃないですか。なのでちょっとそこのアイコンを少し借りて、この令和荘という建物に少しね重ね合わせるっていう意味で、2番のアイコンをねちょっとラフスケッチしてみました。で下のね家のところをね顔とかにしてもいいかなと思ったんですよね。これをちょっと今日ね先生にお見せして、で今日からなんとアドビのイラストレーターを使ってね実際に手を動かして描いていくということなんで楽しみです。内藤さんが描かれたロゴのラフを、イラストレーターに取り込んで、そのラフを薄くしてこういうペンツールとかでトレースをしていくっていうところですね。でここの曲線ですよね、ここをどうするかっていうと、そう、次結ぶところで一回クリックして離さない、ここで離さないで引っ張る。ご自分が書いたラフといい感じで沿うように曲げて離す。はい、ということで、ただいまですね、まあ、ちょっと家じゃないんですけど先生からのね宿題を集中してやっております。で、今ねイラストレーターを自分でも使いながらこういう風にねパスをなぞって書くっていうのをねやってます。こういう風にね柔らかいところを表現するのがねすごいねコツがいてね、なかなかまだうまくできないんですけど、やっぱ直線とかはね結構書けるようになりましたね。四角とか丸とかそういう単純なものだったらねとってもうまく書けるようになりました。ということでまた次の日になったんですけど、昨日はですねその下書きからトレースをして、このねイラストレーター上にパスとしてね描くっていうことをやったんですよ。でその後にいろいろねいじったんですよね自分なりに。でもっと可愛くていいデザインできました。イラストレーターで結構もう曲線も扱えるようになったんで、自分のね頭の中が結構具現化できるようになったんですよ。これいいんじゃないかなっていうデザインが完成してます。それがこちらです。でデン、見てください。このねベレー帽かぶってるのをベースにしつつ、やっぱりね顔を入れました。顔を入れた方がアイコンとして可愛いなと思ったんで、このね顔を足したんですよ。そして口元見てください。これ令和荘の和で口を作りました。で1番のねデザインにも取り入れたトビ、あの鳥、飛び立つトビもこっちのデザインにね合体させました。そうすることで令和の文字も入ってるし、顔で可愛いアイコン的にもなってるし、トキワ荘のベレー帽の様子も入ってる。いろんなデザインを一つにまとめてかなり可愛いのができたかなと思ったんですよ。でさらに先生にも習ったんですけど、ちょっと色付けとあとフォントですね、これに合うようなフォント
をつけていきたいと思ってて、これねイラストレーターだと2万以上のねフォントから好きに選べる Adobe フォントっていうのがね追加コストなくて利用可能なんですよ。なのでその中からねいろいろね選んで、僕的にはねこのフォントがね令和層っぽいなと思ってね当てはめました。であと17色ですね。色もね先生にやり方教わったんで自分なりに当てはめていろんなのね見比べるっていうのが大切らしいんですよ。なのでバーっとねこのイラストレーター上に並べてどの候補が一番いいのか選んでいきたいと思います。見てめっちゃ可愛いじゃん。並べるとカラフルで超可愛い。ただ迷うね、どの色がいいかどうか。いやー面白いね、こういう風に見比べると違いが分かって思うよ。すごい自分がね頭の中で描いたデザインがどん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 ねデザインとなって現れるっていうのはね、今までは動画表現だったけどこういうイラストとしてのね表現だけで、ね、嬉しいですね。よし、最高のねロゴデザイン作れるように頑張って最後仕上げていきたいと思います。こうちょっとちょっとこう抑揚が出てくるって感じですね。でここはもう途中でパス置かないで峠を越えたここら辺で置く。さあということでついにロゴが完成いたしました。先生のねおかげもあって納得するものを作ることができました。本当に1週間前までは自分がねロゴを作れるなんて思ってもなかったんですけど、 Adobe のイラストレーターを使って実現することができました。イラストレーターを使ってね日常の中でもねデザイン何か作ったりとかロゴを作ったりだとかねいろんなね応用範囲が広がったんでね、どん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 使いこなしていきたいなと思いました。イラストレーターはですね7日間無料で使えるので、ぜひ概要欄からねチェックしてみてください。直感的にもねデザインとかできるんで、デザインとかにね興味ある人はどん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 独学でもね結構マスターできちゃうんじゃないかなと思います。さあそれでは早速令和層のロゴを発表したいと思います。それがこちらです。でん、いかがでしょうか。だいぶね可愛らしいデザインで、初めのねラフ画像からだいぶ進化したと思います。見比べるとねかなり進化してるよね。これはね自分でもかなり嬉しいです。で、コンセプトを説明ねもう一度すると、まずは家ですね。 YouTuber がみんなでシェアハウスしてるってところで一つの家に集まってるってことでロゴにも家を入れました。でそしてコンセプトとなるのはトキワ荘、昔のね有名な漫画家たちがまだ売れない時代に一緒に住んで切磋琢磨してた、そういった歴史も令和荘の中に取り入れるためにベレー帽をかぶせてます。でこのベレー帽の赤色はやっぱ手塚治虫さんとかね赤いベレー帽のイメージがあるんですよ。なので赤色っていう色をチョイスしました。でそしてベレー帽の上にはこの鳥が乗っかってるんですね。この鳥はトビをイメージしてますね。トビがタカを生む、トビがタカになる、初めはね何でもない素人と言われてた人たちが最終的にはタカになって飛び立っていくっていう、そういったメッセージ性を込めてここにね配置してます。で、少しね見づらいかもしれないですけど、レとイがねこの鳥の中には含まれてます。そしてこのね顔マークのところに和が入ってる。で合わせるとレイワの令和その文字がこのロゴの中にも含まれてるようになるっていうことですね。で赤色のね反対色としてよりね目立つ黄色っていうものをね、逆パターンで配置してます。やっぱりね YouTuber として目立っていってほしいっていうものもあるんで、ロゴもねちゃんと目を引くような形にしてます。で、バックの緑色っていうのはトキワ荘のイメージは俺の中では緑なんですよ。なのでバックグラウンドには緑のね円で縁取ってる、そういうことでよりねロゴマークを目立たせてるっていう形になってます。はい、これが令和荘の新ロゴでございます。こういう風にね全部ちゃんと作った意味が説明できるっていうのが先生も大切って言ってて、僕的にもね説明できないところはないんですよ。全部これにはこういう意味があって配置してますっていうのが説明できるんで、すごく納得感があるし人にも説明しやすいロゴが作れたかなと思っております。ということでまだですね令和荘メンバーにはこのロゴ見せてないんですよ。もう本当に全くみんなに知らせてない状態でロゴを作ったんで、次このまんま令和荘の動画でこのロゴを発表するってね動画アップするんで、ぜひ令和荘もねチャンネル登録してください。この後すぐ動画アップされます。みんながどういった反応してくれるのかねすごく楽しみでございます。ということでぜひねイラストレーター使ってみたいと思った方は挑戦してみてください。それではまたね、バイバイ。